続きをやっていきます。まずバッキングですけど、前どこやったっけ、次やね、この次ですね。この次のバッキングがまず B7 やね。 B の方がいいか、 B かな。これで C シャープマイナー、 B を2小節やって C シャープマイナーを2小節、また B を1小節やって、その次がベース音がでいくか、ベース音がで C シャープでいくんだけど、これでもいいかな。 B へ行って、例えば C シャープ、C マイナーで C シャープマイナー半音下がり、これで A、E、B、E、で F シャープマイナーで、次が G シャープマイナー、A、でまた G シャープマイナー、F シャープマイナー、G シャープマイナー。A、B7。ここまたイントロでずっと E7。で、ここまで。この B のどっからのギターソロをやっていきます。まず、ここのとこで、これが、B7 の3弦2弦1弦で、まず人差し指で1弦2弦の7フレットを押さえて、3弦の8を中指、これで3弦2弦1弦2弦3弦の8へスライド気味に来て、こんな感じで、今度は薬指で1弦の9、中指で3弦の9を押さえて、こっからこの2つの音を同時に11フレットまでスライド、スライドして1回鳴らす。これで次が3弦の11あたりから13へスライド、13へスライドして1弦の1の14、これで1弦の12、2弦の14、2弦の授業2回かな。ちょっとここなんかリズム的におかしいので、なんかリズム自分でこう直した方がいいと思います。自分でこう考えながら、この辺ね、2弦の12、14ね。次はこれで1弦の、11、12、11、ここはプリングとハンマリングで合わせ技で、これで2弦の142弦の14から次が3弦の13から11へスライド、
で三弦の9を2回。これで3の8、8から9。で9から11でスライド。スライドして、これで2弦の12。薬指。でこれを14へ行ってもう一回戻ってくる。14へスライドして戻ってくる。薬指で14へ行っといて、人差し指で12やね。これで、2弦の12、14、1弦の11、1弦の14、1弦の11、1弦の12。ここへハンマリングする感じ。2回鳴らします。で、こ次がこれが、1弦2弦の12を人差し指で上手に押さえて、2つを同時に鳴らして、薬指で14をハンマリングしてプリング。これと同じようなことを、7フレットでも。これで5フレット。で次が3の4へスライド。これで1の5。1の3から4へハンマリング。これで3の4をクォーターチョーキング。クォーター1音やね。こんな感じや。これをチョーキングでやる。上げて下ろして、3弦の2へ。これでもう一回4、2。これで3弦の1、2弦の0から2へハンマリング。ごめん間違え、3弦の1へ行ったら3弦の0から1へハンマリングして、これで2弦の0から2へハンマリング、これで1弦の0。で次が2弦の4。それで5から7へスライド。これで1弦の7。で1弦の7と、1弦2弦の7を同時にこう人差し指と薬指で押さえて、これを2回チョーキングで2弦の5を2回。で次が今度はコード的には F シャープマイナーのとこ。ここのところでまず F メジャーマイナー、 F シャープマイナーのブロークンコードというか、これの省略形で、まず人差し指で3弦7、こっから3弦の11へ、3弦の9へ、3弦9で3弦の9から11へハンマリングして、これ全部こういう言い方ダウンで、んでまずこれを1回やっといて、この F シャープマイナーのハイコードの下の3人1弦を押さえる形で、3の11、薬指で3の11、中指で2の10、人差し指が1の9、こんな感じ。
これで小指で1の10に。これでさっきのやつを戻る。1、7、2、10、3の11。で、これを今度は、G シャープマイナー。こうやな。今度は、これと同じことを一つフレットを移動して11から始める。3の11から13へハンマリング。これで3の13、2の12、1の11、これで1の14、これでまた戻る。1の11、2の12、3の13。でこの次が、僕がやったのがこういう感じなんやけど、これは、小指でもどっちでもいいですけど、3弦5弦ね、5の9、4の7、3の6、2の7、これで2の9から8へスライド、9から10へスライド、これでまた9へ戻って7、これで7から9へ、まあスライドかハンマリング。これで1弦の7。この時に7、1弦7を最後に鳴らす時に2弦も同時に鳴らすとこう感じが出ます。とこれを難しいと思う人はこっちでやってもいいんやけど、これでもね、こっちでこの押さえ方が F シャープマイナーの下4弦で、4の4、4の4で、あと3、2、1は2フレット、これで弾きやすいからこういう感じかな。これやとって言って1の5、4、5、5へスライド、4、これで2の7やね。で2の7から9へスライド、これで1の7を鳴らすときに2の9も同時に、最後のところ、これは、中指で2の10、人差し指が1の9、これを同時に鳴らす。で1音ずれた、12フレットと11フレット、これも2回。で次が2弦の14と1弦の12、で次がさっきのやつに戻って1の11と2の12、これと1の12と2の14、1の14と2の16、で最後が1の17、2回、16、17、16、17、18、19で終わりやる。半音ずつずれていく。これで終わりです。
次イントロモードって、こんな感じかな。これで、あと2番もまた同じように繰り返すんですけど、2番はまあこれをライブでやるときはアドリブで弾いたりするんで、またまあアドリブのやり方を、コードに沿ったアドリブの弾き方というか、まあそういうのをやれたらいいかなと思ってます。以上です。